だから毎日毎日ね、夜やって夜やってっつって無理よ、やんないからな。やりません。それ大体さ、そうやってさ、やってやってっていう人さ、お茶バッグすらも投げないんだからね。アイテムすらも投げない。私、ちゃんとチェックしてんねん、そんな。ほんとだ、やってやっていうやりに、割には応援してくんないって。ほんと私は暇つぶしの、ね、ツールになってるわけよね。ただの暇つぶし。暇つぶしのかまじじいみたいなさ。どうせあのおかまね、あのおかまのおじさんね、夜暇なんだし、配信ぐらいつけるぐらいな感じ。ね、私暇だし見るもんないからやってくれたらいいのにな、みたいな感じよ。自虐じゃない、もう大体もう手に取るより分かるもん、その心理。心理がバリバリ分かっちゃうもんね。それね、夜ね、つけたらつけたらね、今日何やんのってね、ただの雑談ですか、料理ぐらい作ってくださいよとかね、お外行ってくださいよとかね、なんか出会い系サイトやってくださいとかね、なんかつまんないとか言われるんだからさ、もうやめ、なぁ言い返しだよ。そういう連絡を毎日毎日もう晒してやろうかと思ったのに、イラつくかな。そう、ちょっとお風呂入ってないんで2日間ね。生意気ね、あなたね。本当に生意気だね。今日はちょっとね、やばい日なんで気をつけた方がいいよ。そう、つまんないとか。グッバイ、みつきちゃん。さよなら、もう会えないの。さよならだよね。バイ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 、グッバイ。ララい。いつでも会えないよ。さよなら、バイ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 。さよならだよ。お前が男にモテるときあんの？はぁ、マジで喧嘩ってんの？お前ほんとに。いいよ、そろそろやってもいいけどね。いや、いいよ、喧嘩ってんの？ほんとに。マジでガチでやるよ、おめえ。いいのかい？でもね、私予言してあげる。自分のね、男の出現はわかんだよね。来月、多分私は彼氏できると思う。新しい彼氏が。私、8月に、まあ、そんなには長くはないと思うけど、ちょっとつなぎの彼氏ができると思う。やっちょくんは応援してるけどね。もう私は必要ないんだなってね。やっちょくんは、もうね、私は必要とされてないから、まあ、お友達としてね、一緒にやっていく感じよね。やっぱ彼女としてはね、やっぱスーパースターにはやっぱスーパースターの彼女がつかないとさ、もう次の可能性にどんどん進んでいかないとさ、私だってもう、旬は過ぎてんだからね、もうチャンスを掴んでいかなきゃ、本当にね、みんなみたいに売れ残りババアみたいになっちゃうからさ、くすぶったね。ね、寂しい人たちになっちゃうかな。私もチャンスを掴んでいかないと。ね。少ないチャンスを。いや、あんまり私、小ギャルじゃなかったからさ、時代的にね。B ボーイとかそういう時代だから、私男の子だったから、その時ね。だからあんまりギャルのメイクとかわかんないのね。小ギャルとかさ、ヤマンバとかね。で、ヤマンバは多分、ギャルから派生の小ギャルの派生のヤマンバでしょ？ねえ。ち
ちょっと別系統みたいな。で、今系統的に残ってるのはギャルじゃん。マンバーも、衰退したっていうかさ、いや、あんまりいないよね、今ね。B-boy っていうのはストリート系だよね。ストリート系、ラップとか、ヒップホップから派生した B-boy ってね。うん、音楽から、作られたファッションだよね。イエーとか。俺の彼女をパスタ苦手ってね。味濃ゆめ。喉カラカラ水多めとかね。ジョージ。あのカズくん、違うってこれ。ギャル好きなのはわかるよカズくんが。違うって。なんかそんな風にさ、朝からそんなさ、もう仕事休みなのはわかるけど、そんな朝からだとこっちやってんだからさ、ん？いや、わかるよ。休みなのわかるけど、私は休みじゃないんで毎日ね、カズくん。こっちちょっと集中するね。で、松崎しげるじゃないよ。愛の行方にはいろいろある、きらびかな世界なななな。夢でもし会えたら素敵なことねじゃない。もうそういうこれたまやめよ。ほくろは黒くしないの。そこほくろやる。もうそうやってまた欲しがるんだから。ここね、こんぐらい、これでいいのかしら。これで満足ね。えカズくんも、ああもうやだやだって。そんな放送中のかな。もうおいしょっと。あれ、アイコスどこやった。私
し。ラブ&ヘッドだよ。Go to heaven だよ。